今日のテーマはこちらです。したがって記憶をするとき、何かを記憶をするときっていうのは繰り返すこと、そして感情を揺さぶること、この2つを意識して取り入れると覚えやすくなりますね。では具体的な英単語の覚え方に入っていきましょう。キーワードは繰り返すことと感情を動かすことですね。この2つをキーワードに具体的な7つの方法について説明していきます。まず一つ目、これは僕が一番大事だと思ってるんですけど、一つ目は例文を合わせてみるです。その単語に関する例文を合わせてみる。さあ一つ目の例文を合わせてみるですけど、これには3つの効果があると思ってます。3つの効果、例文を一緒に見るだけで3つも効果があるんですよ。すごくないですか。一つ目は何かっていうと、単語の使い方が分かるんですよね。単語の使い方が分かる。例えば以前僕が紹介して日本中が震撼した、日本中に歓喜の声が現れた、紛らわしい単語は一緒に覚えようぜっていう動画があったんですけど、その中でPray P-R-A-Y Pray っていう言葉を紹介したんですよね。単語帳を見ると祈るとしか載ってないんですけど、例文とともに見ると必ず Pray for 何々、そして祈る対象ですね、祈る内容が for 何々で、 Pray to 何々、祈る対象 Pray to God とかで使いますけど、っていうのが例文の中で出てくるんですよね。こういうふうに例文を合わせてみることで、その言葉の使い方っていうのが分かるのでおすすめです。これが例文を合わせてみることによって生まれる一つ目の効果ですね。例文を合わせてみることによって生まれる二つ目の効果、それは何かというと、ニュアンスが分かるです。言葉って大事なのは、一つの単語が一つの意味で覚えておくと言葉として危ういんですよね。どういうことかというと、日本語で考えてみてもらったらと思うんですけど、例えばこの単語の意味何ですかって言われたら、すぐに答えられない言葉って結構あることないですか。なんかニュアンスとかっていうのは分かるんだけど、何か答えろって言われたらなかなか言葉で説明するのは難しいっていう言葉の意味って結構あると思うんですよね。英語も一緒で、何か一つの単語を一つの日本語でこう当てはめていくとうまくいかないというか、読んでておかしい時っていうのが必ず生じるんですよ。なので一つの単語を一つの意味で覚えるのではなくて、ニュアンスで覚えてほしいんですよね。これはこういう、この単語の意味っていうのはこういうニュアンスっていうのが、どういうふうにして覚えるかっていうと、例文を見る中で言葉のニュアンスが分かってくるんですよね。したがって例文を見ることによって、その単語のニュアンスっていうのが分かってくるので、とてもおすすめですね。それはその言葉の持つ意味であったり、その言葉がどういう言葉とセットで使われるかっていうのが分かってくるんですよね。例えばこの pray 祈るっていうのだと to God っていう神とかっていう単語や、 pray for forgiveness 許しを請うというような形で forgiveness とかっていう単語と一緒に使われたりするので、どういう単語と一緒に使われるかっていうニュアンスが分かってくるので、例文とともに見るっていうのはニュアンスが分かるという効果があるのでおすすめですね。いいでしょうか。3つ目の効果っていうのは何かっていうと、これは他の単語も合わせてみることができるです。他の単語も合わせてみることができる。当然文なんだから他の単語も出てきますよね。じゃあその中で他の単語も出てくるので、最初に冒頭でお伝えした繰り返すってことが自然とできるようになるんですよ。したがって例文を合わせてみるっていうのは、これは超絶おすすめですね。超絶おすすめなので、ぜひもう7つこれから紹介しますけど、もうこれだけでもいいのでやってほしいですね。例文を合わせてみる、覚えなくていいんです。例文を、文を覚えなくてもいいじゃなくて、あ、こういうふうに使われるんだと思って文章を見て、そこの和訳を見ればいいんですよね。それだけでいいので、例文を合わせてみる、ぜひ心がけてください。
2つ目、意識してないと孤独してしまう時があるんですよね。3つ目、そして意外に役に立つのが何かというと、そうするとたくさん触れることができるからね。目的は繰り返してる、何度も英単語を反復してみることができるっていうのが目的で、4つ目はまたセットかよ、マクドナルドちゃうんやからな。さて本日の石の言い手いかがだったでしょうか。で今日は単語の覚え方をやりましたね。で何かを覚える時の原則として大事なのは2つ、それを繰り返すことと、もう1つは感情を揺さぶることの2つが大原則って話をしました。でそれをうまく刺激する2つの繰り返す方法と感情を揺さぶる方法との具体的な方法として7つ紹介しましたよね。で1つ目は例文を合わせてみるでしたね。例文を合わせてみる、この動画がいいと思ったらぜひ、高評価またはチャンネル登録をよろしくお願いします。で僕 Twitter や Instagram もやってるので、そちらの方も良ければぜひフォローをよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わります。 See you next time. チャンネル登録はこちら、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 チャンネル登録はこちら。